はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スター放送ポケット始めていきましょう。スターホースポケット、松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。動きが止めない。どうしたんだ。大丈夫、止めます。プレゼントが届いてるよ。おっと、そろそろやっぱりね、株券が。おっと、なんだこの20周年記念。え、1から20周年だ、スターホースって。すごいな。よくわからないんですけど、新山とセントライトとラモーヌなんだ。セントライトは初の、三冠馬ですからね。メジオラモーヌは初の牝馬三冠。というわけで。だね。種付けしようとしてるんだけど、正直株券が。売却できるんですね、一応。決定。85,000の、なんか蹄鉄を獲得してますね。なんだこの蹄鉄って。しちゃいましょう。え、飲みに行くの？あ、聞き違いですね。仕事中ですね。はい。あ、これ初めて聞いた。こんなのもあるんですね。オレンジピール、ゴールドエンペラーの。ガチャ、なんだろうこれ。メダルガチャなんかもアイテムゲットできます。お、なんか剣術のお守りってなんだ。剣術になるってことか。金の馬小僧とかありますね。なんだろうこれ。大事に使いましょう。クエスト達成、やったね。ねえねえ、1190ポイント持ってます。 SSR ガチャチケット、 SSR を手に入れないとね。 SSR ガチャチケットが欲しいんで、狙っていきます。これなんだ、星のてっぺんって。
なんか株券交換所っていうのがあります。なるほど、交換できて SSR で、価値によっては手に、おっと、そうなんだ、 UR の株が手に入るのか、これは強い、 UR を株が手に入るのは強いですね。さあ何にしようかな、 SSR でも手に入ったりするかな、てて、ついラスカル鈴鹿が手に入ったり、 SSR も200あれば手に入りますからね、たくさんありますね。ヘロド買おうか、レベル80ですね、ヘロドだったら一気に目つけだ。経験値が大きく増加する、生産チャージが補充されるってなんだ、あ、生産チャージってそういう意味か、51上がるんだ。すごいな。どんどんレベルが上がっていきます。あ、これでもう使える。株券を全部使っちゃったので、結構株券の整理になりましたね。売っていくのがいいのかもしれないですね。そういえばさ、さあ続きやっていきましょう。型のバイアリーです。はい、何です？508キロか。じゃあベストバー体重ですね。2周休ませましょう。そういえばさ、そういえばさ、日経賞あたりかな。嬉しいか？よしよし。そういえばさ、どうかな？
しいか。よしよし。スイカすごい大事です。ねえねえ、体重はバッチリだね。そういえば、では今週がこれでドバイ大阪杯、大阪杯出してもいいし、シーマクラシックもいいしな、日経賞もあるが、なんでな、日経賞行きましょう。来たか。はい、何です？おっと、馬体重軽いって言ってますね。お、嬉しいか。よしよし。まあこれだと重いんだけどな。クエスト達成、やったね。ねえねえ、はい、何です？もう一絞りになるんか、これで。気合十分だね。はい、何です？嬉しい。はい、何です？510キロですね、ベストバタイムは。大阪杯には出ずに日経賞です。今週はレースがあるよ。スタミナはいいね。プラス4キロある必要があるので、これです。嬉しい。はい、何です？これで馬体重を調整バッチリになりました。いってみましょう、日経賞です。鍛えてんで、ここはしっかり勝っておきたいですね。結構鍛えたので。お、一番人気 1.2 倍。ただいまよりグリグリ投票受付を開始します。2番人気がコスモバルクの 9.3 倍ですね。3番人気東証ナイト、3番人気はオペラシティ。コスモバルクですよ。コスモバルク、五十嵐騎手。さあ日経賞、雪のサンロイヤル、オペラシティ、東証ナイト、アクティブバイオ。当時は肩のバイアリは5枠5番です。 G2 日経賞です。春の盾を見据えるトップクラスの馬たちが集います。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。7番アクティブバイオンが先手を取りました。シャーディーナイス。その内からは1番イサオヒート、9番東証ナイト、もう1頭8番コスモバルク、2番雪のサンロイヤル、12番オペラシティ、10番東方自然。内を通って3番アンフィトリオン、外を通って上野丸くん、その後ろ3馬身くらいあって天神武蔵。ご注目いただきましょう。これが圧倒的な人気の肩のバイアリーです。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭行くキャーディーナイス、1馬身リード。そしてその後ろからアクティブバイオ、この辺りちょっと離れているイサオヒート、そして4番手にコスモバルク、それからもう1頭東証ナイト。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー2番プロイバ対雪のサンロイヤル、差が開いて12番オペラシティ、そしてその外に東方自然、そのうちに3番アンフィトリオン。
外を通りまして上野丸くん、それから離されまして天神武蔵、黄色い帽子にご注目ください。これが一番人気の片野バニアリー。流れるようにレースが展開されています。依然先頭4番シャーリーナイスであります。さあ第3コーナーに差し掛かります。これを追って7番アクティブバイオ、ちょっと離されまして1番イサオヒート、8番コスモバルク、9番東証ナイト、ほとんど馬体が合っています。雪のサンロイヤル、ちょっと離れて12番オペラシティであります。さあものすごい歓声の中山競馬場、片野バイアリー直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭はシャーリーナイスがガンバシンリード、懸命に手を動かして西澤と東証ナイト、外を通って東証ナイト、このまま粘れるか。シャーリーナイス、片野バイアリー、ここで先頭に躍り出る。一着片野バイアリー、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。中山で勝ったっていうのは大きいですが、もうちょっと直線つけて欲しかったね。G1 に、こだわらず、今回 G1 の動画たくさんあるんで、 G1 にこだわらずレース出していきましょう。お、福島もらえた。1着5番、2着17番、3着9番以上のように確定しました。中山で勝つことができたの大きい。露天は出さないけどね。まだまだ先は長いよ。クエスト達成、やったね。ねえねえ、焦らずまずは着実に勝利を重ねて厩舎レベル上げようって言ってますね。勝つことが厩舎レベル上げる要素ですからね。これは分かります。十分だね。いや追い込みでいけよっていう感じ。スイカ、なんだこれ、疲労回復のみのスイカがあります。体重戻しきれなかったね。ということで放牧です。はい、何です。結構絞れちゃいましたね。こんなに絞れるとは。ちょっと聞いてよ。童貞的にはどうなんだろう。コバなんで帝王賞とか走れそう、宝塚とか走れそうだから、その辺に出すんかなっていう気はしますね。ジャパンダートダービーとかも面白そう。目黒キネマ間に合うかな。今4月の3週なんでちょっと厳しい。ねえねえ、はい、というわけで、片野バイアリーしっかり日経賞を勝ってくれました。ちょっと聞いてよ。ということで菊花賞以来の勝利になりますね。なかなか勝ちに遠かったんですが、ゆっくり育てていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。片野バイアリー日経賞の勝利をお伝えしてお別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。